デュースセブンシングルドロー。シングルドロー。シングルドロー。はい、そう1回しかチェンジができない。で、ノーリミットなんですよ。で、これちょっとルールがいっぱいあってというか、ボタンがアンティを出すルール、はい、あ、まあ、全員がアンティを出すルール、ブラインドが3つ出るルールとか、このゲームリンプができないです。おお。で、これノーリミットなので何倍かけてもいいです。まあ、雰囲気いきますよ、これ。じゃあ、何倍だっけ、200、500でやってましたよね、ノーリミットは。まあ、あくまで、じゃあ、まあ、まあ簡単に3、4人でやったとしましょう。はい。で、さっきは、3回変えれるんで、結構高みを目指したじゃないですか。はい。でも今回は1回しか変えれないので、そんなたくさん変えてたら、わけわからなくなるし。その、これとかやったらもう、これだけでいいんじゃないですか。調子良かったらこれも買えるけど、うん、これは2枚ですかね。これはもう大変、3枚買えなあかん。でももうノーリミットなので、ドローが1回しか、チェンジが1回しかないので、ベットは2回しかできません。チェンジ前、プリフロップ、まあ、プリドローっていうと思うんですけど、とリバーです。その買い終わった後2回しかできないので、このゲームはベッドがすごい重要になりますよね。ノーリミットやから結構むちゃくちゃになるんじゃないかなと思いつつ、なんか上手い人に言わすと、このゲームが一番分散がないって聞きます。だから強い人が絶対に勝つゲームだっていう話も聞きました。なので、まあ、でこれ例えば、じゃあこのハンドでやったとしましょう。はい。さすがにまあフォールドかな。ここはフォールド。まあこっちはどうしましょう。コールしますか。じゃあこっちはコール弱そうじゃない。コール弱そう。1500よいしょ。え。まあ下ろせるかもしれないですけどね。まあまあまあ続けますか、一応今回今回あれなんで。じゃあ1500。はい。でチェンジ枚数ですよね。で2枚って変えて、こっちは1枚って変えてじゃないですか。そのトリプル、デュースセブンのあれなところは、そのチェンジしたことにより前よりも弱くなることが余裕であるんですよね。うん。あとこれやったらエースローやったわけじゃないですか。うん。で例えばソナさんこれミスったら、はい、ペアとかなったら別に変えなくても勝ってたわけじゃないですか。そうです。でもこれ変えたら、例えばこれがなんか5のペアになったと、はい、でこっちはエース変えたら10のペアになって、変える前よりも弱くなって負けたっていうことがあるゲームだってことが結構特徴ですね。2枚買います。バイーン。5ペア。バイーン。待って、ちゃうねん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 、怖い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 、作ってないねん作ってないねん、今のやったな、やったな、これ誰か、いや、これやったな、あれ未来見えすぎ秒、そらポーカー勝てるわこんな人。へえ、今のやったな。いや、こんなペアの5言ってませんでした僕。え、これ僕実はこういう手品もできる人なんですけど、今のマジなんですよ。だからビビってるんですよ僕今。僕が一番ビビってますからね今これ。これで今まさに言ったように負けちゃった。でもまだベッドラウンドが残ってる。どうしますか。もうじゃあブラフするかチェックするかですよね。ブラフで。ブラフするんですかいきなり。じゃあまあ勝ちですけど、普通ブラフしなくないですかこれ。2枚チェンジしといてでチェックするじゃないですか。こっちは何しても負けてるんですよ。ダメ。だこっちは 100% ブラフしなダメですよね。だって5ペアぐらいだともかく10ペアって3カードとか2ペアしか勝ってないじゃないですか。ってなるとこれはもう多分ブラフした方がいい。でこれ例えばこう2000とかじゃないですか、まあ、ほぼ下ろせますよね。下ろします。だから結構そのプリフロでどっちがレイズしたかとか、そういうのがすごい大事になってくるので、結構スキルゲームやと思います。これはい、これじゃあこれ1ハンドやってみますか。はい。おノーリミットデュースセブンシングルドローで、こっからですね。3000。はい、3000ですね。6000。コール。コール。
コールで4人ですね。でチェンジ枚数です。ここで、あ、アンティー出すの忘れた。これアンティー本当は出てます、すいません。で枚数パッと変えない、1枚1枚2枚で1枚1枚2枚ですね。で、ここでリバーですね。ベッドラウンド6000ゴール引けなかった。ダウンダウンでオープンですね。キングロー、こっち10ロー、余裕で10ローの勝ち。これ変えた方がいいですね、これね。そうですね、これね。でもまあまあそうやってこのゲーム慣れていくんで、そんな感じです。